途中出場の遠藤航リバプール現地の声がこちら。3月2日にプレミアリーグ第27節が行われ、日本代表ミッドフィルダー遠藤航が所属するリバプールは、17位と残留争い真っただ中のノッティンガム、フォレストと対戦。遠藤は1週間前のカラバオカップ決勝で負った負傷の影響もありベンチスタートとなった。試合は前半からリバプールがボールを握る展開が続く中、フォレストにうまく対処され、決定的チャンスを作れず、逆に古巣対決となったオリギにゴールを脅かされるシーンも、前半はスコアレスで折り返す。後半に入ってもなかなかゴールを割れないリバプールは後半60分にロバートソンに代わりヌゲス、そしてボビー・クラークに代わり遠藤を投入、アンカーとして出場を果たした。その後も一進一退の攻防が続く中、リバプールは怪我明けのソボスライを投入。心強い男がピッチに帰ってきた。試合はその後も互いに決定機を作りながらものにできず、スコアレスドローで終わるかと思われたが、99分にドラマが待っていた。遠藤がボールを奪うと、ヌゲスがマクアリスタのクロスをヘディングで沈め劇的な勝利を掴んだ。最後に勝ち点3を手にする結果に。遠藤のプレーには、ファンも遠藤は途中からでも輝ける、遠藤とソボスライが並んだのが嬉しい、今日の遠藤端々ボールロストもあった、遠藤は怪我は大丈夫なのか？アンカーには難しい試合、最後に遠藤が輝いた、などの声が上がっていた。ついにマクアリスター、ソボスライ、遠藤が揃うのか、仕上がってほしいわ。遠藤が入ってから中盤が安定した気がする。後半からでもいけるタイプだわ。アンカーで途中から入るとかめちゃくちゃ難しいと思うのに、遠藤もジョルジーもすごいわ。職人だよね。遠藤マクアリソボが揃うの以外に初めてなのか。最強の中盤3枚だろこれ。ソボスライ、怪我する前の時と今の遠藤が別人だからびっくりしてんちゃう。して前に勝ち点3はでかすぎる。マジでこれは嬉しいわ。マックの空間認知エグい。やっぱサラーやジョタみたいなストライカーがいないとこういう時きついな。ただヌゲスさんマジでさすがっす。遠藤もヌゲスもソボスライも温存したかったんだけどな。勝ててよかったわ。リバプールは若手とベテランで頑張ってるね。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。